潜水島は、広島県福山市の友の裏に浮かぶ島で、友の裏のシンボル的な島である。古代より、潮町の港として栄えた友の裏において、隣接の弁天島と共に、シンボル的な存在の島で、外周約5キロほどの無人島であるが、島内には、ホテルや国民宿舎、キャンプ施設があり、市営都線で行くことができる。 約9000万年前の大規模な火山活動により、主に溶血業海岸で形成されたもので、地質的に非常に希少なものとなっている。対岸の福前寺大長楼は、江戸時代を通じて、朝鮮通信士のための迎賓館として使用された。1711年に大長楼を訪れた十字間のり国彦は、客殿から見た潜水塔や弁天塔の景色に痛く感動し、 日東第一継承と称賛した。もともと潜水島という名前も千人も酔ってしまうほど美しい島という意味である。またこの島には日本で唯一ここにしかない五色岩がある。南側の海岸沿いに他の裏海岸から島の東側、彦浦海岸へ行くための遊歩道が2004年の台風により崩壊して大部分が通行止めとなったため、 山越えしなければならなかったが、2010年春に補修工事が完了している。現在、島内にある宿泊施設、キャンプ場などは、すべて福山市に本社のある感謝グループが運営している。ありがとうございます。